まあ、さ、マンション価格が上昇しておりますけれども、めっちゃ上がってるんだよね。ただでも少子高齢化ですよね今。まあ一方でね、確かに、うん、2025年以降の不動産の市場徹底予測、うんうん、あこれは皆さんね、興味あると思いますね。いいテーマっすよね。確かに今ニュースで出ててマンション価格すっごい上がってるんですよ。本当ね、資産運用としてはめちゃくちゃいい投資になったなって、この5年10年で買った人、あの都心に買った人はね、すごいあの上昇取ってると。でも日本人減ってんじゃんみたいな、だから空室増えててやばいじゃんっていうね話もあって、じゃ あの不動産投資やばいんじゃないですかっていう意見の方が多いかな。個別相談受けててもやっぱり不安に思うのはそこですからね。人が減ってんのに今更賃貸系大丈夫ですかみたいな。で、まあ、YouTuber さんね、有名な方いっぱいいて、もう結構悲観的な人多いよね。ポジティブなこと言ってる人の方が少ないですよ、ね、そうだけど、なんかあの令和の富裕層研究所的にはまだまだスーパーポジティブみたいな話で、じゃあなんであのそう思ってるかっていうところを説明していきましょうかね。じゃあちょっと順番としては、今あの2025年問題っていうのが結構注目されてるんで、このちょっと簡単な説明をさせていただき、これはある意味ネガティブな話ですね。でその後じゃあマンションが高騰してるっていうニュースもあって、これじゃあ実態どうなのっていう、これの話、これね僕の周りに具体的な事例がいっぱいあるんで、みんなスーパーお金持ちになってるっていう、まあ、この辺の話で、いやじゃあ2025年以降取り組むべき不動産投資って何なのっていうね、この3つの3問だってちょっと話をねしてみようかなと思います。はい、でまずね、2025年問題、これはまあ他の有名な不動産投資系の、ね、YouTuber さんお話しされてますけどもね、ちょっと簡単にいくと、団塊の世代っていうのが、まあ、1947年から1949年だから3年間か、この間に生まれた方々を、まあ、団塊の世代ってよく定義されてるっていうのが一般的なことだと思ってて、で2025年にこの団塊の世代の皆様が75歳以上にこうなっていくと、でなんでもうその日本をねこう牽引してきた、たくさん人がいたね、団塊の世代の人たちがついにまあなんていうんですか、老後余生をっていうふうにこう75歳以上にどんどんこうシフトしていくっていうことで、あの当然労働人口が減ってくるっていうことで、高齢化の波がどんどん押し寄せてやばくなるよっていうことで、2025年の問題っていうのがすごくまあ話題になってると。団塊の世代の皆様がどんどんこう高齢になったり、まあ、お亡くなりになる方も増えてくると、まず一つ言われてるのはあの空き家が増えるよねっていうことですよね。だから当然住んでる人が、ね、どんどん減っていって、使わなくなる家が増えて、もう今の時点でねもう900万戸とかね、もっと今増えてると思うんですね。なのですごい空き室の量が全国にあって、だから賃貸系やばいんじゃないのってねやっぱりなるわけですよね。確かに人が減っていくエリアはね、空室が増えていくんだから入居付け難しいわけで、このリスクはどんどん出てくるかなと思ってますと。であとは不動産の価格面で心配されているのは、人が亡くなりますね、相続が起こります、相続した人どうするかね、分かんないから売ります、ね、現金化したいから売ります、相続税がすごいから売りますみたいになってくるんで、この相続不動産の売却っていうのも出てきますよね。これはもう今も結構多いんですけど、2025年以降加速するって言われてますね。団塊の世代の皆さんがこうねどんどんこう75歳以上になっていくことで、相続関係も増えていくだろうと、ね、まあこれも確かにそうですよね。でたくさん売り物件が出ると価格は下がりやすいですよね。なんで不動産の大暴落、不動産価格の大暴落するんじゃないのって言われてるっていうことですよね。あ、それはその通りかもしれません。あの確かに人が減ってね、人が亡くなって、ね、相続の案件が出てきて売りが増えて価格下がる、その通りだなと。でまあつまりその地方の都市の不動産っていうのは、まあ、価格が下がる傾向があるし、空室が埋まりにくくなるし、まあ、誰も欲しくない不動産になってくるっていうね、これはもうその通りだなと思うんですよ。なんですけどこれ重要なのはね、格差が生まれるって思っておいたらいいっていうことなんですよ。あの日本全体が全てであの不動産が大暴落するとかっていうことじゃなくて、もう二極化するよねっていうこと、ここがねこの令和の富裕層研究所の見ていただいて皆さんには捉えておいてほしいところで、みんな諦めムードで、あダメだと、日本全域終わったみたいに思ってるけど、そうじゃありませんと、ね、今日ねテーマであったあの都心のマンションがめちゃめちゃ高騰してるって話にちょっとつながっていくんですけど、まあ、地方はね今言ったようなこととかで、あの不動産価格下がりそうだなってなってる一方でね、都心のマンションどうなんですかって言ったら、もう半端じゃないあの高騰を見せてます。ネットとかで調べればねすぐ出てきますけど、例えば都心6区、千代田区とか中央区とか港区とか新宿区、文京区、渋谷区ね、
もうどこもね、聞くだけでね分かりますけどね、ここはもう2023年の時点で中古マンションの平均価格がですよ、ね、1億円突破してますからねもう普通の人買えませんみたいな、ね、70平米とか75平米で1億超えが普通ですからねあの1億切ったらもう超安いみたいな、そんな感じでみんなビシバシ買ってるという形なんで、もう下がる雰囲気一切ないですと。今この収録時点でも全く下がってる雰囲気ないですよね。でちょっと調べたら2018年の1月から2020年1月までの上昇率が都心6区はね 1.5 倍ですね。だから 50% でこうバッと、ね、上昇率が上がってすごいですよね。でこれぐらい人が減ってる日本でも価格が上がり続けてるっていうことですよね。あの僕のね身の回りでもすごいいっぱいそういうお金持ちになっている人がね増えていますよね。まあ、そもそも供給の限界が来ていてですね、まあイメージすれば分かる通り、東京23区の土地っていうのはもう有限ですよね。かなり限られていて、でそこの、あのマンション用地の不足っていうのも結構今ニュースになってますね。だからもうあんまりマンション用地の在庫がないんですよ。なので供給数がどんどん減ってきてるっていうことです。不動産がねたくさん建築されて供給過剰だっていうのは日本全国ではまあ問題だって言われてますけど、東京23区とか都心6区とか、まあ、もっと言えば都心3区、千代田区とか中央区とか港区とかだともう全然マンション用地が不足してますね。でも欲しい人がいっぱいいると。これしかも日本人だけじゃなくて外国人も欲しがってるっていう、これも重要ですよね。人が減ってるからやばいよねって言ってるけども、海外の人は日本に魅力感じて都心のど真ん中の不動産をものすごいより今買ってるわけですよ。そういうニーズもあるんですよ都心はね、はい、地方はないですよ。地方は外国人欲しいって方少ないですから、やはりね一都三県とか名古屋とか大阪とかこういうところにね海外のマネーは入ってくるわけですよ。そもそも限られたエリアなんで供給が不足していますよと。なので皆さんが、まあ、人が減ってる日本でやばいと思っている中でも都心の不動産っていうのはもうすごい高騰しているという状態で、まあ私のね身の回りの事例も、まあ、例えばいくつか言うと、僕の知り合いの夫婦がね江東区の南砂っていうねところにいい場所ですよね、家買いましたけどね、まあ2年前ぐらいに買ったんですよ。マイホーム買って 2LDK かなで買ったんですけど、だいたいね2000万ぐらいプラスになってますね今まあざっくり言うと5000万ぐらい買ったマンションが今売り相場7000万とか69%とかこんな感じでですね売り出るというのが相場ですよね。だからもう2000万が含み益出ちゃってるよと。で住んでるからまあね家賃の代わり住宅ローン返してて、でいつでもプラ2000万とかで売れるから、まあ、貯金してるようなもんですよね住宅の。でこんな風なことが起こったりとか、あとは僕の知り合いのね富裕層の人が勝どきのタワーマンに住んでますけどね、8年前に7000万ぐらいで買ってるんですよねタワーマンション。勝どき安かったんですよね、90平米台で7000万円ぐらいで買ってたんですよ。でそこ今ね1億8000万とかで制約してますからねプラス1億っすよ、ね、だからもう家買っただけですよ、家買っただけだけどねプラス1億とかね。あと最近私がサポートしている方の中でもマイホームをね売りたいですっていう方がいたんですよ。でその人ね巣鴨に在住だったんですけどね、その人もね結局5年ぐらい住んで売却したらね純キャッシュで1500万増えましたね、売却益税引き後でもうすごいお金増えましたねみたいな話になって、でありがとうございますみたいな、でこのお金で一棟もの買いますみたいな話になってたりするわけですよ。でこういうふうに都心のマンション買ってる人たちはもうみんな含み益を抱えたり大きな利益をね獲得してるっていうような状態です。でじゃあとはいえね今がピークなんじゃないですかっていうのも確かにみんな心配してますよね。でもちろん警戒はしといた方がいいですけどね、まあいつ下がってもねしょうがないと思っても警戒はしといた方がいいですけど、まあ、僕の感じてる肌感覚で言うと新築マンションに対するですねその抽選の勢いとかね出てる価格相場で言うと、まあ、そうそう崩れることは考えにくいかなって思いますね。つまり二極化するんですよ、地方で下がっていく価値が下がっていくエリアと価値が上がっていくか、あるいは下がらない下がりにくい、ね、横ばいぐらいと、まあ、下がっても微減みたいなね、こういうところでもう二極化するだろうなって思ってますね。欲しがってる人の量が違うんですよ。もう一等地とか、まあ一等地とまで言わなくても23区とか一都三県のこの千葉、埼玉、神奈川の東京よりですよね。まあいつも言う通り、まあ、船橋、松戸とか、まあ、大宮とか浦和とか川崎とか横浜とかね、こんなところ、
こんなところだったら、あの僕の中ではもうすごくいい場所、海外からのニーズもですねかなり あって、まして23区とかあと山手線の内側とかになってきたらもうとんでもないニーズととんでもない価格の強さ、底堅さがあるということなので、まあ、この辺りであのマイホーム買うっていうのは、ね、やっぱり僕は賃貸するので絶対いいよなって思ってますね。今からでも全然遅くないというか、下がったとしても賃貸で10年暮らすよりマイホーム買って10年住宅ローン返した方が絶対に資産は減ってないっていうか、あの増えてる可能性が高いですね。それぐらいね、いい場所、高立地に買うあのマイホームっていうのは僕肯定的 で、逆に地方ではさっき言った2025年問題も皮切りに今後リスクが、ね、出てくると思うんで、地方の人はねマイホーム買わない方がいいと思うんですよ。これはね賃貸でローコストで抑えて本業副業資産運用でお金をどんどん貯めながら、ぶっちゃけ1都3県とか、まあ、名古屋大阪に引っ越した方がいいんじゃねっていうぐらいの、結局そうなっていきますよ。人が減っていったらどんどんね便利な都心に人がこう集約して、あの過疎と過密がこう顕著に現れてくると思うんで、その過密になるところに不動産を持っておくっていうことであれば、これはもうあの盤石な資産になれるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。区分マンションをマイホームで買うとかって話だけじゃなくて、やはりね令和の風俗研究所としては一棟ものなんですよ。この一棟ものも一都三県とか、あと私ども名古屋が得意ですけどね、こういうところにあの仕込むっていうのがやはり2025年以降も重要なんじゃないかなって思ってますね。で、あの私の知り合いがですね一都三県で新築の RC をねたくさん建ててるあの方ねいらっしゃるって、この間ねその人と話してたんですよ。で、僕も今はねこれから新築の RC 荒川区で建築があるんですけどね、でその方がね言ってたのが、あの墨田区のね新築 RC 建てて5年か6年経ったらしいんですよ。で、売ろうと思ってると、で利回りいくらで売るっていう話だって思います？これね 4% で売るっていう墨田区の築7年の RC を 4% でね売るともうすぐ売れるぐらいだっておっしゃってましたね。で、その時にね僕は自信を得ましたね。なんでかというと、僕らが、RC であの新築する時っていうのは 6% 以上建築していきます。2023年にね建てたあの葛飾区の RC がありますけどね、これ 8% 超えてるんですよね、新築で。だからね自信がつきました。 8% で建てて 4% で売ったら、これ価格2倍ですからね。2億で建てたら4億で売れるってことなんですよ、ね、だから 6% で建てて 4% で売れたら、ね、これもすごいですね、まあ、50% ぐらいプラスで売れるってことじゃないですか。こういうふうに考えたら、あの今の売り相場を理解してですよ、その相場でも日本人や日本の法人&海外の投資家がですね、都心の一棟ものは買う人がいるんです、まあ、RC は特に人気ですよね。で、木造も僕らはすごく得意で、新築の木造もやっていくんですけど、これもですね利回り 7% とか、ね、場合によっては 8% ぐらいでね、千葉とか埼玉で新築のアパート今もねやっていくサポートしてるんですけどね、こういうのをやっていくと相場は 6% とか 6% 台とか、なんなら 5% 台とかでもね新築のアパートメーカーさんとか売ってるわけですよなんでその相場では売れるんですよ、ね、だから 6% 後半 7% とか、ね、場合によっては 8% ぐらいの新築の木造アパートとかが建築できれば、ね、これは5年後10年後の売却っていうのは非常にまあ容易と言いますかね、難しくなく、ね、売れた瞬間数千万円の利益あるいはそれ以上の利益がね、見込めるっていうことになるんですよね。なので、まあ、今回はあの2025年問題とかね、少子高齢の日本において、ね、不動産投資やばいんじゃないってね、みんな心配されているのはあると思うんですけどね。で、それは実際事実で、あの気をつけなきゃいけないのはそうなんですけど、おしなべてね、全エリアはそうかっていうとそうじゃないっていうことですよね。なので、ちゃんと立地を選び、ね、選定していけば、むしろみんながあんまり目をつけられてないですよね。そういうふうに思えてないから、日本全体の不動産がやばいって思ってるから、そうじゃないよと。いうことで、あの一つこうエリアを、ね、絞って検討していただくといいかなと。まあ例えるなら、あの暗号資産仮想通貨業界も草コインはやばいけど、ね、ビットコインとかイーサリアムは大丈夫ってなってきたっていう傾向があるんですよ。これと一緒ですよね。仮想通貨全部が怪しいよねって言ってたら、あのいい投資はできないんですよ。いや、ビットコインはちょっと違うんじゃないかなとかね、いや東京1都3県は違うんじゃないかなってね、こういうふうに考えていく人が、あの資産運用でもね成果を出すかなと思います。まあ、ということでですね、確かに高立地の区分マンションのマイホーム購入とかね、あとはマイホームの売却とかね、この辺で資産運用とか利益確定したい方、
あとはですね、築浅一棟ものとか土地から新築の一棟ものやってみたいなっていう方はですね、私の方で個別相談を受け付けております。概要欄にですね URL が載ってますけども、私のですね公式 LINE マサ社長の LINE があります。こちらまずつながっていただいて、一つね、まずレポートを受け取ってほしいと思ってます。漢字2文字令和って送ってくださるとですね、4つレポートが届きます。年収別のおすすめ不動産投資のレポート、そして資産運用の種類をお伝えしているレポート、あとは私が角川から出版した本のダイジェスト版、そして自己資金を増やすためのですね副業6選という、ね、動画、このあたりを、ね、皆さんにプレゼントしてますので、 LINE 登録して令和とメッセージを送って、まあ、レポートを、ね、受け取って勉強してもらいながら、で、あ、ちょっとマスターに相談してみたいなって思っていただいたら、面談希望と LINE を、ね、メッセージを送ってください。おかげさまでですね、たくさんの方にちょっと面談希望をいただいて、ちょっとでお時間いただいているんですけど、まあ、それだけちょっと喜んでいただけているということでですね、もし本気で不動産投資やりたい方は、無料面談希望と、ね、面談希望と LINE でメッセージいただければ、候補日をお送りしてオンラインで面談を受けてますので、ぜひね、新築の一棟も、築浅の一棟も、ね、あと高立地のマイホーム購入や売却ね、このあたりぜひご相談いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。でただですね、無料面談をお受けしてるんですけど、先ほど言った通りすごいお待ちいただいてるところもあって、2ヶ月待ちでございます。そうなんですよ、2ヶ月ありがたいことにお待ちいただいてて、でじゃあもう急いでたから間に合わないでいいですみたいなのも増えてて僕らって不動産の仲介業、宅建業をやってる会社も私経営してるんですね。で相談いただいた方で物件買いたいなって方には、一棟三軒とか名古屋とかの築浅一棟とか土地から新築を物件提案とかもさせてもらうんですよ。なんでまあマサさんの面談とか別に待たずしてですねいい物件だったら教えてくれみたいなリクエストがあれば、それも LINE で連絡いただきたいんですよね。そしたら僕の面談はちょっとまだ受けられないけれども、ちゃんとした提案をさせていただくってこともね、全然可能ではあります。なのでご自分の中でも物件の選定の基準とか持ってる方は、ぜひ物件だけ情報くれよっていうふうに LINE でご連絡いただければ、それはもうすぐに段取りさせていただきますので、そこも遠慮なくねご連絡いただければと思います。本日は以上になります。ありがとうございました。